野崎チャンネルプロスベース。はい、これ WBC 2006年、あの時は侍ジャパンって言ってたけど、オージャパンって言ってたんだけど、こ帽子本物です。優勝した時に被ってた帽子です。しかも見てください、これ一郎さんのサイン入りです。WBC ジャパン。ちょっともう選択肢ちっちゃくなって。もう13年前だから、13年じゃないか。17年前だから、俺の頭がでっかくなってんのか、帽子で縮んだのか選択して、ちょっとでかいけどね。頭が。ね。今日、プロスベースね、侍ジャパン来ましたよ。2009年バージョン。2006年バージョン。と思いきや、2006年、里崎が出てないっていうことで、なんとガチャ、しませんでした。それ仕方ない。里崎いないから、ね。その、なかなか欲しいっていうのもいないし、もう累計だけで、やろうっていうことでね、2006年バージョンはしませんでした。まあ、その中でね、撮ってたやつ見てもらいたいんだけども、このプロスピ応援団ランキングでね、もらった 10% 契約書 OB ね、これでねカーンっていうところでねやってみたわけよ。これ 10% 当たるのかっていうねところでやってみた結果ね、こんな現実は甘くないっていうと大島さんでした。これ欲しかったけどね。でその後ね、これちょっと見てください。来たね、このねバリュースカウト10連 A ランク以上自チーム選手1人確定ね、5回まで。これ俺どうしても中日で岡林、これベストバインでね、タイトルホルダーでやって極みにした、あとロドリゲス極みにしたいから、この A が欲しいっていうところでね、これやったのよ。もうとにかくね、このロドリゲス岡林、この A がね欲しい。 S なんてもうね思ってないし、出るとも思ってない。まあその中でね、1巡目はマルティネスね。いやーこれまあ10何分の2だからね、なかなか当たんないっていうところもあるんだけど、これね2回目ね、なんとかねやっていこうって言ったら、まさかのね、ワオって S 確定。え、これでも S 当たんだね。これで自チームだったらね、 S はもうそしたらいいよ、 S だってそのままいけるからねっていうね、まあ、このねバリュースカウトで S が来るっていうのもねびっくりしたけども、なんとね北選手はこちらです。9最後までいけず、田中健一郎で最後西島まだ来ないで、3回目、その中で B 連続で最後木下で、4回目ドラゴンズのね選手誰が来るのかっていうところで土田龍久、ね、これ最後5回目、頼むから岡林とマルティネス1人は来てくれ、1人来てくれっていうね中で最後来るのがね、こう A いっぱい来るんだけどね、最後来るのが右足ね、残念。2006年累計ね、これ新井ちゃんすごいかな、新井ちゃん福留、あとロッテの選手がね欲しい、あと松坂さんでもいいよ三冠王っていうところでね、もうカモンカモンって言ってね、結構幅広く受け入れますよ。ガチやってないからね、このワンチャン1回のみのねこの契約書できっちり2006年のメンバーをね、同チームの仲間をっていうところでね来たのがじゃーん、クボタね、一番いいうちね、残念、悲しい現実。さあということでね、この2009年ガチャ行きましょう。絶対欲しいのは一郎さんね、で松坂中地、この3人が A ランクで、 B ランクがマー君、稲葉さん、岩村、青木村田、新之助も A ランクかな。で、岩田ね。まずは、1回目。ね、ジャパンとして世界一だからね。やっていきましょう。まず無料10連。ね。だからもういい感じでね、引けたらもう9回やんない。1回目、無料10連。これで、まず欲しい A ランク。佐々木の欲しい。来てください。いきますよ。まあ、これは絶対当たるんだ。2枚抜き欲しいね。2枚抜き。絶好調。いや、ここ、どうなん？これで、レインボー行って、いや、来い、いやー、これ1枚か、8枚、当たれ、当たれ、当たれ、いや、当たらん、2枚抜けへんのか、30% らしい。さあ、次、A も欲しいね、よし、いやー、A、平野、お2枚抜きだ、平野。さあ、来い、カモン、一発目よ、新之助、OK、また里崎の出番がどんどん減ります。城島にも抜かれ、新之助にも抜かれ、でも俺は2006年ベストナインチャンピオンなのに、これ
まあ、オッケーオッケー、ね、でもいいよ、しんのすけ強いからね。1回目 A だから、 A のしんのすけも欲しいな。そんなと限界突破コーチ行かなきゃいけなくなっちゃう。だから3枚確定だから90連で S5 枚欲しい。 S5 枚で侍は4枚来たら最高。カモン、いいよいいよ。 A ランクは 30% なんだよ、侍ジャパンが。開けようよ。侍じゃないパターン。あ、侍の A 以上が来たらその選手について語ります。はい、2回目ね、2巡目。調子くん普通、よしよしよし、これでもういくなよ、一発で終われ。いやいっちゃダメよ、これ全ノーマルだったら里崎確率 80% 以上の S ランク確率ね。フレイさんもこの里崎季節でめっちゃ取ってたからね。これ飛んでもだ。おお、じゃ来た。来たよ、そんな話してたら 30%、 30% 来たよ。そしたらその選手について思い出語るよ。来たよ。いやー、ドキドキする。来い。青木、オッケー。青木ね、あの北京の時に侍で行った時にね、第1次ラウンドフィリピン戦にね、みんな打つけど打てなくてね、すごい大丈夫かな、サッサン全然打てないですって言われてね、大丈夫よ、お前日本で200本以上打つ選手いないんやから自信持っていけないんや、お前が打てなくても周りが打ってカバーするんやから思い切っていけね、そんなもんお前が一番左バッターで日本で一番いいバッターなんやからそんなこと気にしなくていいんやって言った台中での思い出があります。はい、オッケー、青木、いいね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 。さあ3回目確定よ、自チーム、フラッシュコア絶好調からの、からの、からのレインボー、からのレインボー、よし。それじゃ足元行かれ、2枚引き。いやー、これでも当たらんか、これでも取るって笑ったら2枚引きとかあるんですか、ビッグさんなんか前言ってたんで、なんかえ、もう欲しいよ、でも青木はもう登場できる、今日はみんな持ってる。これでこらこら、何もこら、お最後だ。さあカモン、イチローさんとかね、松坂、ライオンズコンビ松坂中地、カモン、岩田、まあまあオッケー。岩田はね、一緒のチームにはなってないんだけど、対戦したことあるんだけど、何がいいね、クロス、ま、カット気味に入ってきたりとか、外のツーシームはね、厄介なんでね、ちょっとね、このね、こう。インサイド気味にステップしながらね、そこからくるって回ってくるんだけど、インコース気味はカットに入ってね、アウトコースのツーシームが厄介なピッチャーだった。本当対戦した時何気に岩田ね、あれスラーブが高いからね。オッケーオッケーオッケー。4回目レッツゴーからのカモン、そんな甘くないか、そんな甘くないか、カモン、でもいいから岩田の A とか来てね、カモン、ノースマイル、さあ来い。 A の侍けえへんな、 A の侍。いやブーちゃん今年は元気で頑張ってるよ、いいね、期待できるよ。5回目 A の侍全然けえへん、普通から、普通から、よし、ノーマル、行くな、ノーマル、よし、白、白、白煙、よし、これで飛ばなかったら 80% 来る、飛ぶな。お、里崎確率 80% のSです、100じゃないからね、80%。 おびっくりした。あ、岩村ね、第1回ね、2006年 WBC の時にね、2次リーグ韓国戦、俺が先制のタイムリーかと思ってね、ライト前打ったけども、
岩村がね足肉離れしちゃってホームでアウトになってね。でもそれね次の2009年の時はね元気に最後ね石郎さんのやつねホーム帰ってきてねそのリベンジを果たすっていうないそうですね。 80% はパッなかなかやったな。100じゃないからねこの新設は6回目よし。よし2枚引き行こう。2枚引きここでね2枚引きいっちゃおう。レインボーでレインボーよし2枚引き来るこれこれ2枚引きだ。ほんと笑ったら100%2枚引きはい笑ってさあ2枚引き来るよ来るよ来るよびっくりした来るよ2枚引き来ないの気のせいだった。ほら来た彩りです。おまあまあこう最高限界突破できる最高ほら2枚引きとしよう最高ね。バリオスカウトで来なかったけどこれ S 最高カモン。まさか石井之助まあまあいいでしょう限界突破にね使えるからまあここはかぶってもまあまあまあいいでしょう限界突破に使いましょう。じゃあ9回目まで行きましょうね。これは結構いいねいい感じよね。さすが侍ジャパン。あピョンって押しちゃったわ。何だったのかな笑っていや笑ってあしんのすけの思い出言うの忘れてた。しんのすけの思い出はねこれ押したらいいね。これマークマークはね北京の時にねもうすごい若く選ばれたじゃん日本代表の時。でもあの時俺受けた時めっちゃビビった。コントロールいいし球の綺麗いしめっちゃ素晴らしいしあの北京オリンピックで受けた時にこれはどえらいピッチャーになるなって正直思ったので、そしたら本当にどえらいことになった。で新之助新之助はねあの北京でも最後のバッターになったんだけどいつも新之助打ってたのが大きい大会全部俺一番最後のバッターでゲームセットになっちゃうって言ってた。いつも多分シドニーの時とかもそうだったらしい。オリンピック8回目 A ランクも欲しい。岩田とかの来い別校からのしろ。いや、まあ、A でもいいのよ A でもいいけど侍の選手ね。今度笑って笑え、ね、笑って笑いなさい。おら来たほらおい。いや名前は一緒だけど友也名前は一緒だけど笑えって言ったら笑ってる恐縮。いや引かないか 30% 名前は一緒だけどまあ詐欺系頑張れ。いや確定1、2の3あ5来たね最初言ってた通り。まあまあいいか。さあ最後は一郎さん松坂中地この3人の中の誰か来てほしい。さあ2枚引き行こう。いやここで白かよ。これレインボー行ってくれレインボーレインボー行ってくれ。いやこれ1枚いや1枚臭いこれ。いや1枚臭い頼むからカメラマンでよその3人のうち一郎さん松坂中地来てよカモン来てよ。 A ないの A はないの。よし。お、海盛り2枚引きだったけど今年ベストランあるかも分かんない頑張れ。かっいや大きいや